うも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はハニーさんもいてくださってるんですけど、はい、今日のお知らせはですね、めっちゃぶったまげるお知らせでございます。いつもあのね、このおしあの本、あのガズレレの本、これ出たばっかのねリットミュージカルが出てるんですけど、なんとこの本のですね、ガズピアノ版が出版決定になりました。出版決定どころか、実はですね、もうアマゾンで予約がすでに始まってまーす。はい、じゃあジャケット公開しますよ。はい、こちらになってまーす。はい、このピンク色の可愛らしいジャケット、はい、二人でこれ写ってますけれど、ね、はい、ガズピアノっていうのもしかして知らない方いるかもしれないね。あのウクレレ、ガズレレでね、ウクレレやってる方、あの皆さん分かってくださってると思うけど、ガズレレの音楽の考え方ってすごくカジュアルで楽しくてさ、もうめっちゃ夢中になってて楽しいやつじゃないですか。その考え方のままに鍵盤楽器、いわゆるね、ピアノとかオルガンもやりたいなってガズが思いついたところから始まって、ガズが思いついた、ゼロから構築した、全く新しいピアノ鍵盤楽器の弾き方なんですよ。うん、そのやり方で、ウクレレみたいにカジュアルに音楽、ピアノとか鍵盤楽器でもやってみようということで、YouTube チャンネル、ガズピアノというのをやってます。リンク貼っときますけど、この概要欄にも貼っときますけどね。それがですね、もうみるみる去年の9月からスタートをチャンネルしたんですけど、あっという間にチャンネル登録者の方も2200人、その辺になってもらって、なかなか地味にね、こう、フォロワーの方も増えて、音楽楽しんでる方も増えております。なんでウクレレもいいけど鍵盤楽器もぜひ、ね、チェックしてください。でこれ Amazon でね、今実はもう予約ができるようになってます。ぜひ皆さん予約してください。このガズピアノっつうのはまたね、ウクレレとは違ったね、まあ、ウクレレももちろん最高だけれども、またね、違う楽しさ、まあ、満載なんですよ。でこれはこの本は50曲入ってまして、うん、この本のね、最初の緑色の方に近い形で、50曲で1曲ずつに、それぞれにめちゃくちゃ分かりやすい解説がですね、しっかり書いてありますんで、もちろん YouTube 動画、ガズピアノ YouTube 動画のレッスン動画と完全連動になってますんでね。はい、これ、このシリーズの本を持ってくださってる方はすごく親しみやすい感じで、鍵盤楽器もできるようになっていると思います。鍵盤楽器私にちょっと無理じゃないかなと思ってる方にこそやってもらいたい。それこそ、楽器経験ゼロのお友達とか仲間にもぜひ紹介してもらいたいなと思います。はい、発売日が10月の17日と結構先なんですけど、まあ予約をしてくださるとですね、めちゃくちゃガズとあのハニーが喜びますので、はい、ぜひともよろしくお願いします。はい、本当今日嬉しいお知らせできて嬉しいなということで、ね、ガズピアノもどんどんね、これから楽しい人増やせる、増やしていく、こうお役立ちできればというふうに思ってます。で、ね、昨日もお知らせしたんだけれども、イベントの準備も着々と進めていますよ。はい、今予定出しておきますけど、まず今月は8月18日仙台からまずね、イベントツアーの第一発目なんでね、ちょっとガズもね、ハニーさんもちょっとね、テンション上がってるんですけどね。よろしくお願いします。あっちからこっちから。まあ、引き続き、はい、ガズピアノも、ガズレレ YouTube チャンネルの方も、今度新しく始まって、ガズギターもね、毎週日曜日ちょっとね、お試しやってますんでね。なあ、これからはね、音楽はもうあっちからこっちからもね、楽しむ。角度変えて、そんな風にやってみたい。はい、そんなお知らせができて、マジで嬉しいでございますと。はい、ガズピアノの新しい本ができたぞというお知らせ、予約お願いします。さよなら、バイバイ。